い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、日頃からよく、ね、質問いただいてたんですけれども、私アクセサリーがめちゃくちゃ好きで、ほぼほぼ毎日レベルでアクセサリーをねつけているんですけれども、その中でも結構リングについて質問いただくことが多くて、でも私ご覧の通りね、こんな感じでめちゃくちゃガチャガチャとつけるのが好きなんですが、今つけてるのが最近の私のスタメンというか定番な感じのリングたちなんですけど、それ以外にもまだまだこんな感じでよく使うリングたちがたくさんあるんですね。動画でバッてリングコレクションみたいな感じで紹介したことがなかったので、今日は私の大愛用していますリングたちを紹介していきたいと思います。さっき言ったみたいに、普段からねアクセサリーについて質問いただくこと多かったんですけど、一つ一つに返していくっていうことができなかったりとか、それぞれねつけているリング全部バラバラだったりするので、ブランドさんが、だからなかなかちょっと返せてなかったんですが、この動画で一気にババッと紹介しようかなと思うので、気になってたっていう方はぜひ参考にしてくれると嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。でまずこっちの右手から順番に行きましょうか。まずじゃあこの親指のこのリングですね。私結構アクセサリーは私アクセサリーってちょっと言えないんですよね。なんかアクセサリーこうなんか同じ行同じ段の文字が2文字続くと私言えない習性があるんですよね。例えばこのアクセサリーのセサとかアクセサリーみたいな、なんかわかります？ちゃんと言えてないと思うんですけれども、ちょっとご了承ください。そう、ゴールド系をつけることが多くてですね、これもねゴールドなんですけど、ハートのキラキラな、割とそしてごつめなインパクトのあるリングになっております。これはですね、インスタで見つけたブランドで買いました。このブランドがすごい可愛くて、今してるこの S っていうネックレスもこれと同じブランドのものなんですけど、ここのサイトは結構こういったちょっとギャルっぽいというか、本当にこうごつめのインパクトのあるようなアクセサリーが多くて、で結構プチプラなんですよ。これもでも3000円とかだったかな、4000円いかないぐらいだった気がしますなんですけど、そう、まあ、なのでやっぱアクセサリーって水とか汗とかで錆びちゃうっていうのがあると思うんですが、錆びやすいアクセサリーかなって思います。やっぱり錆びにくいものってなってくると、私のイメージ的にだいたい8000円ぐらいは平均でするかなっていう感じがありますね。シルバー925とかよく聞いたことあるかもしれないんですけど、そういうのは割と錆びにくいものとかになってて、でゴールドとかだと、まあ、K18、K14 とかのコーティングとかだと割と値段抑えられるかなっていう風に思うので、まあもし水を触れる機会が多いけどアクセサリーつけたいとか、夏とかねやっぱ汗かくけどアクセサリーつけたいっていう方は、そういったものを買うのがねいいかなと思うので、これは多分使っていくうちにどんどんと錆びていってしまうのかなとは思うんですが、これすごい可愛くて最近のお気に入りでございます。ゴールドの中でも割と薄めのゴールドですね。ちょっとシルバーっぽいゴールドになっております。そして続いて2個目がこの人差し指のリングですね。これはねシルバーなんですけれども、これはダブル46っていう私の推し綿谷慎二郎さんのプロデュースブランドのリングになっております。これもすごい可愛くてつけやすくてめっちゃ気に入ってつけてます。私昔は結構アクセサリーはゴールドだったらゴールド、シルバーだったらシルバーみたいな感じでまとめるのが好きだったんですけど、最近はね逆にこうミックスするのがすごく好きで、全然このゴールドの中にシルバー入れちゃったりとかしてますね。これは確かねシルバー925だった気がするんだよな。だから割と水に濡れても強めのアクセサリーになっております。太すぎず細すぎずな感じで、適度にアクセントになってめちゃくちゃ可愛いです。続きまして薬指についてるこのリングなんですけど、これ結構質問いただくこと多いんですよ。結構これはね昔からっていうか割と前からずっとつけてるもので、そうなんですけど、これがですねおばあちゃんにもらったやつなんです。だからどこのものか分かんなくて、おばあちゃんが若い頃に使ってたのかな、これシューナにあげるって言ってくれたやつなんですよ。これはねでも本物のゴールドなので、全然どんだけ水で濡らしてもどんだけ使ってても錆びないですね。これはね結構太めになっているからすごくインパクトもあるんですけど、本当にシンプルな輪っかのリングになっているからめちゃくちゃ使いやすくて、このリングは私ほんとずっとつけてますね。指輪ってこうつける指にも意味があるっていうじゃないですか。この指輪はね結構前から使ってるって言ったと思うんですが、その時にね調べたんですよ。まあ諸説はいろいろあると思うんですけど、私調べだとここの薬指ってなんか心の安定みたいな、落ち着かせてくれるっていう効果があるらしく、私
結構昔からおばあちゃん子だったんですよ。おばあちゃん家が実家の隣にあったんですけど、週末金曜日とかになるとほぼほぼ毎週おばあちゃん家に泊まりに行ったりとかしてて、隣だけど三姉妹なんですけど、真ん中っていうのもあって三姉妹の中でも割とおばあちゃん子な子だったので、すごくおばあちゃんは頼れる存在というか、私の中でもちょっと特別な存在っていう感じがありまして、ぶっちゃけあやふやなんですけれども、はっきりとは覚えてないんですが、ここにしようかなって確か決めたと思うんですよねちょっとあやふやになっちゃうんですけど私なりに一応調べてつけた気がするんですよね。ここがいいなと思って私はいつもここにつけております。じゃあ続きまして左手いきましょう。じゃあ左手のまず人差し指、このリングはですね、親友にいただきました、誕生日の時に。これがジュエってのリングになっております。実際にこうお店見に行って旬な似合いそうなもの探したって言ってくれたんですけど、これはね調節ができるリングになってるんですよ。輪っかがつながっていないリングなので、割と調節しやすいものになってるから、なんかそういったプレゼントとかにもめちゃくちゃいいなっていう風に思いました。でこれはゴールドのリングにシルバーで細くこう重ね付けみたいな感じになってるんですよ。それがすごい可愛くて、元からこうゴールドとシルバー重ねてあったりとかすると、ゴールドとシルバー混ぜるの抵抗あるっていう方でもつけやすくって、とってもいいなっていう風に思ってます。これもずっとつけております。で続きましてこの中指、この S のリングなんですけれども、これがスパークレインっていうところのものです。海外のブランドのやつなんですけど、通販で買いました。で結構海外の通販どうやって買ってますかっていう質問いただくこともあるんですけど、割とそんなに難しくなくて、でまあただ配送とかで時間がかかったりとか、たまに関税とかで到着した時にまたお金を支払ったりとかっていうこともあるんですけど、基本的には買い方は同じです。であと表記がやっぱりドル表記とかになってくるから、日本円に換算するとみたいな感じでちょっと難しかったりもあるんですけど、あとは名前入力して、住所の入力とかも検索したら詳しく説明してくれてるやつとかもあるので、それを参考にしながら私はいつも購入してます。シューナの S のリングを購入いたしました。最近はもうこういったイニシャルだったりとか名前とか、例えばシューナとかってこうネックレスにしてる方も多いと思うんですけど、こういったものがやっぱりトレンドになってきてるのかなと思うので、やっぱこういったイニシャルとかってすごい特別感があって、なんか買いたくなるんですよね。 S って結構ね、多分名前的に付けられることが多いから結構置いてたりはするんですけど、割となかったりもするんですよ、在庫がないみたいな。だから見つけたら、えあるみたいな感じで買っちゃわないですかで続きましてこっちの小指の27のリングなんですけど、ピンキーリング、これがパクチー東京っていうところのものになります。パクチー東京は日本のブランドで、これもねインスタとかは割と有名だと思うんですけど、私もインスタで見つけて、そうオーダーして、あれそう、これはねオーダーのものになります。なんか字体とかも選べるし、この数字を何にするかみたいなのも選べるんですけど、私はこのちょっとストーンが入ったような感じのリングを選びました。ピンキーリングって結構細めのものが多かったりすると思うんですけど、私もご覧の通りごつい指輪が好きなので、ピンキーリングのごつい指輪ってなんかすごい可愛いなってずっと思ってて、欲しいなと思ってて、オーダーしました。20なんてなんじゃいって思うかもしれないんですけど、私の実家で飼ってた愛犬、ヨークシャテリアのワッフルちゃんっていう子なんですけど、この子の誕生日2月7日なので、それもねリングにしちゃいました今ついてるのはこんな感じ。じゃあ今ついてる以外のリングで結構私が使うものたちを今からバババッと紹介していきます。まずがこちら、じゃじゃん、こちらはワッフルリングでございますこれはワッフルっていう文字をそのまま入れちゃいました。結構ね、ほんとごつめの大きめのリングなんですけど、私はこれは親指とかにつけることが多いかな。割と大きいサイズのものでオーダーしたので、でこれもパクチー東京のやつです。同じブランドのものでございます。でこのブランドは一応コーティングで K14 だったかな、18だったかな、のコーティングがされてはいるので、まあ錆びにくいっちゃ錆びにくいんですけど、やっぱりずっと使ってたりとかするとちょっとこう分かるかな、ピンクっぽくなってきますね。ちょっと私もずっとこれ使ってるのでハゲてきちゃったんですが、こういう感じにはなってしまうんですけど、まあでもなんかめっちゃすぐ錆びるっていうわけではないリングになっております。オーダーできるので自分の名前で作ることもできるし、私みたいにグッと名前にしてもいいし、オーダーなのでオリジナルのリングができるのでとてもおすすめです。で続きましてじゃじゃん、こちらこれはシルバーのリングなんですけど、これ
これも本当大きめですね。これはですね、この前の誕生日の時に事務所元マネージャーさんの方が誕生日プレゼントでくれました。なのでちょっとブランドがねどこのものかわかんないんですけど、これもすごい私好みなリングでめちゃくちゃ可愛くて、これも結構使っております。で続きまして、じゃん、こちらでございます。これはですね2個リングがあるんですけど、これで1セットでした。これもちなみにそのマネージャーさんにこのリングと一緒にセットでいただいたものになります。なのでちょっとこれもねブランドがわからないんですけれども、こんな感じでくねくねとしたデザインのリングと、これも若干くねくねしてるんですけど、こっちよりは太めのリングになっております。でこっちはねマットなゴールドになってて、すごい大人っぽくて可愛いんですよね。これも重ね付けしたりとかしてもいいし、ちょっとこんな感じで関節リングみたいな感じでつけても可愛いし、いろんなね付け方があって、これもすごくお気に入りのリングでございます。で続きましてこちらのリングでございます。これいつも見たことある方も多いんじゃないかな。これはちなみにピアスもお揃いのものがあるんですけれども、これはヤンフランクっていう、これも海外のブランドのものになります。でこれもコーティングが K18か14で、錆びにくいは錆びにくいんですけど、やっぱりずっと使ってるとピンクっぽく劣化はしてしまうんですけど、まあ、でも割と水に強めな感じの素材のものになっております。これは結構大きめだから親指にこうやってつけたりとかしてます。続きましてこちらのリングでございます。これもさっきのこの指につけてるリングと同じヤンフランクのものになります。これはね結構薄めな感じのリングなので、つけ心地もめちゃくちゃ軽くって、そんなにつけてる感じがないリングになってるから割とつけやすいかな。なんかリングのこの締め付け感というか、つけてる感があんまり好きじゃなくてつけれないけど、でもアクセントのあるようなリングつけたいなっていう方には結構おすすめかもしれない。で続きましてこちら、これがアレッタジュエリーっていうところのものになります。これはシルバー925でできているので、割と水にも強めの感じのリングですね。もともとはねゴールドの塗装というかがされてたんですけど、私はよく手洗う時とかもそのまま洗っちゃったりするから、水で濡れちゃったりとかしてゴールドがちょっと剥げてきて若干シルバーっぽくなってきていますが、これも大きめですごい可愛いですよね。四角っぽい感じでボコボコとしたようなリングになっております。続きましてこちらでございます。これはね2個セットのリングなんですけど、これもアレッタジュエリーのものになります。でこれ実はねちょっと今もう剥げてきちゃっててわからないかもしれないんですけど、シルバーとゴールドのペアのリングになっていました。これは私はまあこう重ね付けをこうやってやったりとか、なんか1個ずつでつけたりだとかしてますね。これもシルバー925ですね。でできております。では続きましてこちらでございます。これはピンキーリングなんですけれども、こんな感じで穴が開いたリングになっておりまして、こんな感じになりますね。これも結構サイズの調節がしやすいかなって思うので、いろんな方がつけれるようなリングになっております。さっきのこっちの27のリングよりもやっぱり存在感は控えめで、とってもシンプルなピンキーリングになっているので、本当にもうなんて言うんだろう、ファッションを選ばずつけれるようなピンキーリングになっております。はい、ということで以上が私がよくつけるリングたちでございました。結構ほんとたくさんあったと思うんですけど、やっぱりゴールド系をつけることが多いので、9割方ゴールドだったっていうのと、結構私ねアクセサリーはこのパーツというかリング、ピアス、ネックレス、ブレスレットどれもそうなんですけど、華奢なものよりかはやっぱりごつめなものが好きでつけることが多いですね。なんかねアクセサリー1回つけちゃうとやっぱアクセサリーないと物足りなく感じちゃうんですよね、すごく。だからどんどんヒートアップして、ネックレスもめっちゃジャラジャラつけるし、ブレスレットもつけるし、リングもめっちゃつけるしみたいな、本当にもうなんか成り気みたいな感じになっちゃってるかもしれないんですけど、まあでも私はすごく好きなのでこういった感じでつけて楽しんでおります。なんかやっぱリングって手につけているから目線がやっぱり行きやすいと思うんですよ。友達とね遊ぶ時とかもやっぱり手元ってよく見ると思うんですよね。意外とご飯食べる時メニューを選んでいる時だったりとか、細かいですけど、あとはこう髪の毛をかき上げる時とか、手振りっていうか話す時もちょっとこうやってなんか手使って話したりとかすると思うから、割と見える部分というか注目を浴びる部分なのかなっていうふうに思うので、ここがすごいおしゃれだと、なんかこの子おしゃれすごい好きなんだなとか、こういうところからこだわっていろいろとつけてあげるっていうのもすごく私はいいのかなっていうふうに思います。ということで今回はこんな感じでリングを一斉にバババッと紹介してみました。他にもねアクセサリー、やっぱネックレスだったりとかピアスだったりとかブレスレットとか結構いろいろとあるので、またもし好評だったら他のところも紹介していければなと思っております。なのでもしなんか知りたいものがあればぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。
はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。